Thank you.
も黒沢楽器福岡ミーナ天神店アコースティックギター担当の吉沢です。よろしくお願いします。今回紹介するのは、中古のギターですね、個人ルシアさんで西原ギターという形になります。西原ギターの RN00、多分この動画を見てる人で、西原さんを知ってる人は多分僕より詳しいと思うんですけれども、知る人と知る個人ルシアのギターという形になります。京都のルシアさんという形になりまして、もともとはヘッドウェイ、ディバイザーですね、ディバイザーで働いていて、でそこから独立して、個人で工房を持つようになったという形になります。すごく綺麗なギターになっていて、ハンドクラフトですでも参加している方だそうですね。で、仕様なんですけれども、まずこのモデル名が先ほども申し上げた通り RN00 で、トップがスイススプルース、サイドバックがスイスメイプで、ですね、でネックが、ホンジュラスマホワニで、シバンとブリッジが、エボニーという形ですね。で、こちらですね、あとペグが5等のペグで、あとナットとこちらのサドルが三つ付けかオイル付けかどっちかの牛骨、サドルと牛骨ナットという形になります。これですね、まずトップの、スイススプルースもいいんですけれども、やっぱりこっちですよね。このすごい木目、すごいフレームメープルのこの木目、これがねすごい綺麗でいいですよね。まずあとネックのねホンジュラスマホガニという響きもいいですし、あとこのエボニーね、もうこういうの少なくなってますからね、このテカテカの黒いエボニー、これはもう今だとなっては貴重になりますから、これはおすすめではないかなと思います。でギターの状態なんですけれども、こちらが、ネックはですね、ほぼストレートに近い状態で、弦高が12フレットジョイントで、2ミリで、1弦が 1.2 ミリという形で相当攻めた弦高になってます。だからサドルがもう残り少ないんですけれども、そもそもがこちらが弦高が低いので弾きやすいから、これ以上下げる必要はないかなと思います。で一応ビビリチェックもありますけど、そんなに強く弾かなければビビることはないです。この弦高でビビらない方がおかしいんで、これぐらいの強さで弾くとさすがにビビるんですけれども、そもそもこのギターを欲しがる方はこの強さで弾かないと思うんで、普通はこの強さで弾くと思うので全然 OK かなという形になります。ギターの状態はちょっとここに傷があるけれども、これぐらいは使ってたらありえることなので、これぐらいはご愛嬌かなという形にはだとは思います。で音はですね、綺麗ですね。この一個一個の粒立ちがすごい綺麗な形で、すごい深みのあるギターで、ピックで弾いても結構深みのある感じに出るんじゃないかなっていう印象を受けています。ちょっとですね、今日というか多分しばらくですね、薬指の爪が割れちゃってて、そこでちょっと出てない音があるので、だから今回の出動動画はですね、ピック多めになっちゃったんですけれども、これは非常におすすめできるギターで、西原ギターを欲しかった方は非常におすすめなんじゃないかなと思います。もしこのギターで興味ある方は福岡みんな天神店に遊びに来ていただくか、もしくはメールや電話でお問い合わせください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。